ンティアックが最初のファイヤーバードを発表した60年代後半は、性能重視のマッスルカーがもてはやされた時代だった。マッスルカーと呼ばれるには力強いエンジンを備えていなければならない。立体的なボンネットの下に搭載された305馬力を誇る 5.7 リッター V8 エンジンは、0-60マイル加速がわずか6秒、そして高性能のハンドリングは完全統合されたトラクションコントロールシステムと強力な四輪ディスクブレーキによって安全面でも裏打ちされている。他のパーツ同様に計器にも力が入っている。日中は黒地に白で表示され、夜には赤く光ってドライバーに情報を与える。結果としてドラマチックなスタイリングに性能と安全性を兼ね備えた個性的な21世紀のマッスルカーが誕生した。マッスルカーは生き続けるのだ。